こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、ちょっとね、小さな部分のスポットに、制作の部分ですけれども、スポットを当ててみたいと思います。同じですね、サイズが全く同じで、方向も一緒のね、同じパーツの型紙があるんですよ、2つ。それをわざわざ別にしている理由っていうのが、全然使う場所が違うんですね。あと出来上がりの形が若干ね、見栄えがちょっと違うっていうことで、これ今回ちょっとご紹介したいと思いますね。なんか面白い例だっていうことと、ちょっとあまりスポットの当たらない部分なのを、あえてスポット当ててみました。こちらはですね、入り口留め具タブ D、ナス共通って書いてある。D 缶とナス缶の共通のもので2枚それぞれ。いるっていうことですね。このサっていうカタカナはサイドっていうのの略です。これはまらないので、文字がね、サイド巾着紐タブっていうことで、全然違う目的なもんですから、共通なね、型紙にしちゃうとちょっとまずいんですよね。なので、別、同じ型紙の同じサイズの大きさなんだけれども、別の箇所で出来上がりが全然違うっていうことで、こんな風に変わるんだよっていう例をちょっと見せしたいと思いますね。これがですね、こっち左側の方で、紐のね、先缶みたいな、先タブみたいなのを、缶とかそういう既製品つけずに布でやるっていうやつですね。表、裏地のところに表地をこういうふうに固くしてつけて、こんな感じで紐を引っ張りやすくするんですよね。手が引っかかりますよね、ここにね。で、それが表地に薄芯も貼って、で、普通ね、ハード薄芯貼るんですけど、今回最近やってるシリーズは固くってハード薄陣を全部ね、省略してるんですよ、本体とかも。なので、本体省略してるぐらいなので、もちろんこの部分にも貼っちゃうと逆に縫いにくくてずれちゃうので、必要がないです、ハード薄陣ね。貼ってもね、効果はね、出ないですね、変わらないんですよね。それぐらいゴワゴワした生地なので、この省略してます、その辺はね。ということで、これ左側は巾着、サイドの巾着のね、表側を閉じるのに役割する時の先端の部分に使っているっていうなんですね。で、もう一つ右側のやつっていうのがこれですね。D 缶とナス缶をこうやって互いにくっつけて開閉、入り口の開閉、ちょっと今ね、ひっくり返してないので、中側にちょっとあるのでちょっと見にくいんですけれども、D 缶のここですね。で、対するナス缶の方にも同じサイズでつけた方がバランスがいいかなと思って、こう互いにこういうふうに、近づきますよね。そうすると同じ大きさの方がとりあえずいいという、私のそのデザインのアイディアでそうしましたので、これ表地に行って、こっちは共通でもいいかなと思うんですよね。ただこの左のこの紐は全然違うので、同じ面積でも共通にしない方がいいなっていう判断で、ああいう風に2枚にしていますね。型紙2種類に分けています。で、出来上がりどうですか？折り方とかも違うのでね、出来上がりの幅が全然違いますよね。というのがね、一見こう単純でもないなっていうのが面白いのかなと思って、今回ちょっとこんな変わったところにスポット当ててみました。で、まとめますとですね、こんな感じになるんですよね。ちょっとだいぶ表地から作ってますのでね、だいぶなんか本物出来上がりっぽくなってはいるんですけど、まだ途中です。全然3分の1ぐらいですね。で、こっち、このそれぞれ並べてまして、この巾着バッグのこの留め具のところは、この2つ上下のね、ナス缶の方についてるタブと下のやつが共通で1つの同じ型紙。7.5センチ×横5センチです。縦 7.5、 余る 2.5 っていうのがちょっと飛び出た部分ですけどね、5センチマス目の型紙用紙を使ってますので、楽です。とても、それ切っていくだけなんでね。で、下側はこういう風なんだけど、出来上がりがこういう風で、全然折り方とかが違うということですね。ちょっと簡単に言うとですね、上側の、巾着バッグの入り口の留め具タブの場合は、真ん中で縦に細長いパーツですよね。それで縦に長いの真ん中で折って、でそこまで三つ折りで折り目つけます、アイロンでね。でくるみ込んで縫い代が隠れますよね、横サイドは。で、そのまま縫っていくんです。あと、挟み込むから上下の縫い代は始末しなくてよくて、中に入れ込んで隠しちゃいますからね。そこを縫い付けるというやり方なんですね。だから、縫い線が真ん中に2つ走るやり方をしてます。折り込むときに、縁だけだとビロロンってなっちゃうので、真ん中をにこういうふうにキャラメルみたいに包んでいくと、真ん中に寄りますよね、縫いたいとこが。やるとわかると思うんですよね。なので、そこをこう2つステッチかけるっていう風なんで、2つ平行線のステッチが真ん中に走るタイプなので、またそのデザインがそこで縫い目も変わってくるんですよね、この下側と。本当に面白いもので、
こういうお話でもしないとですね、あえて、もともと同じ型紙だったなんてわからないと思うんですよね。そんな裏側をね、お見せしちゃいますね。で、下側はですね、巾着の紐は、これ作り方はですね、上よりちょっと粗い折り方なんですよ。上は、縦に、細長い状態の縦に真ん中に折るとこまでは一緒なんですけど、今度は、二つに、こう畳んで折ったらそのままなんです。こうざっくり。だからその時点でこっちの方が大きい出来上がりになってますよね、サイズがね。三つ折りしないから、一つ折りだけ、二つ折りっていうんですかね。二つ折りだけしといて、今度はもうその後は縦向きの細長いのを真ん中に線つけて、これもアイロンでやるんですけど、そこに向かって両端からって二度折りずつしかやらないタイプなんです、下側はね。ということで、ステッチかける場所っていうのが、この字型になりまして、先端のね、横のラインはね、別にかけてもいいんですけど、あまり意味がない輪になってるので、逆に輪の方が美しく綺麗かなと思って、この字型だけの必要な部分だけにかけてるんですよね。その、なので、上から下に切って左に流れて、この字のように縫って、それを二重縫い、二度縫いしてます。心配なので、ポーンって外れちゃう。っていうこともないでしょうけど、ここの入れ込んでるとこちゃんと中までグイってフルに入れますからね、幅分ちょっとだけね、控えめにやっちゃうとポンって外れそうになるので、中までグイって入ってるんだけれども、やっぱり一重叩きだけではちょっとね、強度がなと思って、やっぱ引っ張りますもんね、巾着なので。なのでその辺は二重縫いでこうグッグッとこの字を行って、今度も逆向きになりますけど行って帰ってくるんです。そうすると元着たところに縫い糸がパッパって4本ぐらい出ますよね。その縫い糸をきれいに隠してっていう感じで、ブチって切らないです。ここでブチって切っちゃうと、ここからツンって糸が出て、ざっくりしたカジュアルな、ちょっとね、低価格な感じのイメージになってしまうので、いくら低価格で売るにしても、この辺はちょっと手間をかけたいところかなと私は思うんですよね。なので、ここが切ったら中に隠し込んで、ちょうどね、間に隠し込むっていうことができるね。まあ、そういうのもまた後々そこにスポット当てでご紹介しますけど、そこにそうやって収めて、すっきりとさせていくっていうことの積み重ね、いろんなところでそれをやっていくことで、全体にすっきり見えるのがより強まるみたいな感じですかね。という感じで、今回ちょっと意外な、同じ型紙だったのに違うような出来上がりになっていくっていうのの例の一つとして、ちょっと面白いかなと思ってご紹介してみました。では今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。